はい、こんにちは。私は、日本からやってまいりました、アニメーター、キャラクターデザイナー、作画監督、監督などを務めております、和田拓也と申します。よろしくお願いします。いや、もうすごい、コスプレイヤーもたくさんいて、びっくりしましたね。クオリティも結構高くて、で、サイン会今1回やったんですけれども、みんなやはり日本のアニメが大好きなんだなっていうのがよく分かりました。そうですね、もう38年、アニメーションも実写映画もテレビドラマもたくさんやってきたので、本当に思い出はいっぱいあって、どれがっていうのはなかなか選べない感じですけど、そうですね、まあでも、自分の今までの仕事の中でやっぱりインパクト残っているといえば、まあ3つありますね。まあそのルパン三世という作品と、それから北斗の拳、それから、まあ、明日のジョー、4つになりますね。明日のジョーもそうですし、あとはリングっていう映画ですね。まあ、貞子を作ったことが、世界的にやっぱり貞子が大人気になって、貞子を知らない人が世界中にいないぐらい貞子ちゃん頑張ってくれたので、まあ、それは本当思い出深いですよね。今僕は多く手掛けているのは、日本でパチンコとパチスロというゲーム遊戯機がありますけれども、それの映像作りが一番多いんですね、仕事はね。だから、まあ、この間発表になったばっかりなのが宇宙戦艦ヤマトっていう作品で、まあ、どちらかというと、まあ、明日のジョーのスロットも僕作りましたし、その昔僕が子供の頃見て育ったとか、そういう懐かしいものを今僕の自分の手で、新しく作り直しているというか、まあそのリボンさせてるっていうんですかね。だから、まあ、キャラクターデザインももう一度やり直して、フルデジタルの技術で、作り直しているので、まあ、それはそれでまた面白い作業ですよね。はい、フランスのアニメーション、スペシャルエフェクト特撮のファンの皆さん、これからも、アニメーション、それからいろんな楽しいゲームとか、いろんな日本の文化楽しんでいただきたいと思います。